恋の色は多分一つじゃない。うまくいかないと暗い夜みたいになるけど、でもちょっとしたことで気持ちが弾けて、いろんな色が生まれて世界がきらめいて見える。まるで花火みたいに。ミオちゃんはいいね。素敵な彼氏がいて。ハルキくんとはそんなんじゃないから。ハルキってさ、恋愛は意外と奥手だよね。ハルキくんって好きな人とかいる？いるよ。ミオは？いるよ。いつだって僕らの恋は10センチだった。11月24日、放送開始。恋は花火色。